ー、シャフェティミドアレアです。そしてこんにちは、ボナルチャンネルのマサです。ボナはい、お願いします。お願いします。はい、そういう際ないんだからさ、両平 TV ですって言っちゃえばいい。TV です、言っちゃっていいですか。このコーナーね、いないんだもん、両平 TV のコーナーですから。一発やっていいですか。はい、どうも、両平 TV です。そしてこんにちは、ボナルチャンネルのマサでーす。ボナやっちゃったー、やっちゃったね。乗っ取りました、乗っ取りました。はい、本日はもう撮影、終わったんですけれども、はい、まあ、僕が気になるグローブをお二方お持ちなので。持ってましたか、そんなグラブマニアが気になってくださる方。ずっと気になったんですよ。お動画で、お二人の動画で出た時から気になってた。分かった、何でしょう。アマゾングラブだ。アマゾングラブか。ある意味気になってたもんね。ある意味気になってたけど、お二人に紹介してもらおうかなと思います。はい、僕がずっと前から気になってたのがデルタっていう。はいはいはい、存じ上げないと。いや、持っとるやんグローブだったので、はい、ゆうさんが内野手用、まささんが投手用を持ってるので、はい、まずちょっとデルタの方を紹介してもらえればと思います。それではやっていきます。はい、で、ゆうやさんのデルタのグローブがこちらです。これは赤白？赤白ですね。ビューリン柄なんですよ、ここの赤のところは。ほとんど。ああ、本当だ本当だ。で、玉はみ赤でドラゴンなんですよね、ここは全部。この赤いところは、まあできるところはもう全部ビューリン柄で、ジャパニーズグラブなんで。はい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 。日の丸です。で、ここもやっぱりなんか三角になってます。そうっす。これはデルタバック2だっけ？これっていう、まあデルタ専用のバックで。はいはい、で、これ見えてないですけど、中に薬指リングも入ってる。じゃあもうしっかりと手の中で動かないようなホールドされてるっていう感じですかね。のはずなんですけどね。なんかちょっと薬指リングの位置が若干俺に合ってなくて。あ、俺に合ってないですよ。でちょっとずれちゃってるんで、まあでもいい感じではあります。いやー、でもずっと前から、まあ以前のボーイズ撮影の時も使ってましたよ。もう最近愛用してます。だからなんか生放送とかして、はい、おすすめグラブ何ですかって言われたらとりあえず出るだって本当に。いや、もうそれぐらい、うん、調子いいです。ちょっと補給面も見せてもらっていいですか。ちょっと補給面嫌なんですよね、これ、はい、今日これあれですよ、僕これちゃんと磨いてますけど、はい、撮影結構砂のグラウンドってじゃないですか。そうですね。でホワイトグローブのもう宿命なんですよ、これ。わかるかな。でも危険ない。そこまでですよ。まあ使ってないからね、そんなに俺野球そんなにバチバチやってるわけじゃないから。で、はい、磨いてるけどもう落ちなくなってきた、本当に。あ、まあそうですね。もう白いグローブは本当に落ちない。デルタクロスウェブ、はいはいはい、これもデルタ専用のウェブらしいですよ。三角になってて、はい、三角になってて、で逆閉じ、はいはいはい。型の特徴とかってありますか。これ自分で型付けしてないですよ。おー、だから俺の型とちょっと違うんですけど、なんか取れちゃう。しっかりと深く使うような。そうなんです。僕ね、あの掴み取りなんで、当て取りというか全くしないんで、はい、ずっとファーストだったんで、全部掴んでいく。掴んでいく形ですね、はいはいはい、こうやって。すげえ映えるグローブ。いや、本当に今作ろうか迷ってるグローブなんで。いや、もう早急に終わったんで、もう行ってください。で、しかも、これですね。デルタの、まあ、作ってくれる人に、はい、あんま良くないですよと言われたんですけど、はい、手の裏の部分だけ裏紙レーザーなんですよ。これデルタさんは裏紙レーザーできるんですけど、はい、まあ、単色で確か3色ぐらいしかできなくて、オレンジ、タン、黒でしたっけかな多分、はい、で、まあ、裏紙レーザーはもう全部裏紙レーザーで作った方がいいですよって言われたんですけど、はい、やっぱこの裏紙レーザー触り心地がすごい良くて。触ってもいいですか。あ、すごい、スルスルサラサラで、なんかこうきめ細かい皮で、はいはいはい、これいいなと思って平裏だけしてもらいました。普通なんか平裏だけだとディアスキンとかっていうのは聞くんですけど、だからあんまり良くはないですよって言われたんですけど、はい、いや、もうしてくださいと。どうせならやりたいと。そういうことです。なるほどですね。はい、わかりました。すごい、まあ本当に気になってたのでご紹介していただいてありがとうございます。いえいえ。さて、今後のこちらのグローブの活躍も注目です。お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。さあ、こちら、はい、懐かしい翔平お兄さんからいただいたグローブです。はい、で僕が一番好きなグローブ。まあ、すいません、マサさんに来ていただきました。はい、そうですね、これは違いますね、ごめんなさい。はい、さあ、デルタですね。はい、そうです、こちらです。いや、もう青がすごい映える。めちゃくちゃ色合い迷いました。あ、ただ、はい、やっぱ青とオレンジってめちゃくちゃ映えるんですよ。うん、反対の色ですもんね。はい、で、ピッチャー用なんで単色で、はい、ただ、ここのリューリン柄の部分は厳密に言うとこれ色違うんですけど、あんまりもうほぼ同じに見えますよ ね、まあ、絶対バレないだろうっていう、うん、で、これね、見えるかな。あ、一応ここね、ジョイントバッグにしてもらってるんですけど、はい、一応刺繍入れてもらって不当不屈と。おー、そして背番号の18と。完璧に入ってますね。以前なんか親指がって言ってたじゃないですか。はい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 。どうなりました、使ってみて。
あ、そんな気にならないですけどね。ちょっとはめてみますよ。親指のスペースはでも普通のグローブよりはありますよ。あー、わかりますわかります、うん、結構広めな、斜めに入っていく感じ。そう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 、と普通のグローブって縦に入っていく親指が感じなんですけど、うん、こういう風に親指が入っていくようなイメージとなってます。ただまあ補給するわけじゃないんで、まあそうですよね。そう、あんまり僕投げてるときは気にならないかなっていう、はいはいはい。なんかピッチャー用にしては若干浅め、浅めでもないのか。ああ、そうなのかな。なんか潰すような方ですよね。そう、潰すような方のザ・ピッチャー用みたいな人いるじゃないですか、はい、僕あれに憧れてて、昔やってた、あの昔松坂投手がやってたような大学時代に、はい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 、そうだからそれを意識はしてるんですけど、はい、多分そもそも僕はまあ投げる時グラブグッてひねり潰さないんですよ。あ、なのでまだ肩的にはそんな完成はしてないですけど、はいはいはい、まあ、なるべくこういうピッチャー用の肩にしたいなと思ってます。軽いですね。軽い、あと皮がしっとりしてる、うん、いや、さすがのグローブだな。で、ちゃんとウェブが、そうです、デルタウェブ、はい、で、ここステッチが赤なのは、はいはいはい、ラベル、はい、お赤にしたので、そうですね、このラベルとそこといい感じに合うかな。ステッチが赤で、はい、いやー、で、王冠ですね。そうなんですよ、王冠も初めて、王冠も初めてだし、ジョイントバッグも初めて、はいはいはい、だからこれは結構僕的にはすごいいいグローブというか。なるほどです。初のあれですか、じゃあ翔平グローブは今年もあまり使わないと。いや、動画使いますよなんか正直目立ちたいじゃないですか、はい、まあそうですね。だから例えばウーミヤキューブ青なんで、逆に翔平さんの使ったりとか、あ、逆からですね、その草野球だったら青使ったりとか、目立つように使い分けたいですね。なるほどです、はい、こだわりとかってあります？まあ今言ったように結構初めてのこのジョイントバッグにしてみたっていうところと、王冠バッグかっこいいなっていうところと、まあ、あとは結構色合いがやっぱ僕すごい好きで、青とオレンジっていうすごく目立つ色、青のグローブも初めてだったんですよ。まあそうですよね。で、地味なこだわりはこの平裏の色をオレンジにしてるところも結構映えるかなと。まあ正直ほとんど見えないんだけど、はい、まあ、ジョイントバッグですから、ね、そうっていうところですかね。まあ見えないところまで気を使っているグローブ。 それで言うと、だからこの赤のラベル、ここであえて赤を、はい、持ってくるのも合うかなと思ったのと、ステッチも赤でちょっと合わせ て、 いやー素晴らしい。どんどん欲しくなってくるこれ本当にいいっすよ。どうしようかな。今なんか迷彩とかも多分出始めてんのかな。そうですね、なんか見ました、それめちゃくちゃいいグローブです。亮平今後暴れる可能性があるので、はい、皆さんちょっと待っててください。ぜひチェックしてみてください。はい、革質もすごいいいので、はい、ぜひぜひ。で、値段もかなり安いんですよ。4万2000円ぐらいかなだいぶフルフルでやってるからですよね、はい、で、普通だったら確か3万円台でできますよね。あー、そうかな。はい、なので、まあ、草野球始めたよとか、始めたてで他の人とは違うものを使いたいってなったら、はい、ぜひ、まあ、デルタをご検討されてみてはいかがでしょうか。で、ちょっとこの前動画で見て、何でしょうか。いや、とんでもなく派手なグローブをと思って。ああ、そんな派手じゃないんだよ。いや、僕ラベル見てすげえ派手だなと思った。ああ、確かにね、確かに確かに。これですね。そうですね、こちら。いや、2回目の登場金ですよ、だって。まあ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 、そんなこと言ったらVIPも金ですよ、うん、デルタも金でしたし、はい、そうですよ。ババーン、こちらです。44グラブ。いやー、いや、使ってる人僕正直初めて見たんですよ。意外といないですよね。意外といないです。僕も今までの野球人生で僕以外で一人しか会ったことないです。たまたまその草野球の対戦相手が使ってて、喋、はい、りかけちゃいましたもん。こんなのあるんだみたいな。そう、あ、いや、そんな知ってて、そう、あ、44僕もオーダーしようと思ってるんですよね。あったことなかったからな。44の特徴は、そう、なんといっても、まあ、これそもそもアメリカの、まあ、グラブワークスみたいな感じで、はいはいはい、激安でオーダーできるアメリカで作ってるグローブなんですけど、はい、これ妹にデザインしてもらって、ここが結構選べるんですよ。ラベルの部分、はい、カラーリングとかで、もちろんこのフルカラーして値段は一緒と、はい、なのでこれは、あ、これ見えるか見えないだろうけど、レインボーステッチ、あ、本当だになってるんですよ、実は。実は、いや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 、虹色じゃないですか虹色なんですよ、実はね。すげえすげえすげえ。そう、あと意外とこのサックスブルーというか、はい、ターコイズブルーの紐ってあんまりないじゃないですか。そうですね、限られると思うんですけど、そういうのもふんだんに使われていると。で、刺繍も同じ色で。そうです、もうこの辺は全部デザイン妹に任せて、サプライズで僕もらったんで、はいはいはい、まあ、妹センスです。いや、センスいいっすよね。ボナボナマサ、そう、妹がユキナって言うんですけど、はい、だから Y。 あー、これ高橋由伸選手が、ね、ですよね。
で内野手用ですよねこれ。そうサード用なんだけど、でも意外といいと思う。はいはいはい。いやそう、僕はもう世代的には高橋由伸。いやそうそうそう、俺もだからこれ見た時は高橋由伸のウェブやんって思ったけど、そうそうそう、意外と全然サイズに合わせてウェブも多分カットしてるんで、あまあ内野でもっていう。そう、これが 11.5 インチですね。あ、じゃあ普通の内野の、そうサード用にしてはちょっと大きめの内野のって感じですね、うん、で、縦じゃなくちょっと横気味に肩とこれは縦かな、縦ですか、うん、あ、本当だ、ライナーバックと、はいはいはい、で、硬いですよ、いいんですか、はい、全然ハムティーありがとうございます、失礼します、あ、硬い硬いんすよ基本的にアメリカのメーカーって軟式用ないですからね、うん、そう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 、だから公式用です、これは一応。なるほどです。いやで、ちょっとアメリカのメーカー特有な、ここに紐が入ってないんですよ、土手ね、土手、あ、芯ね、あ、そうです、うん、土手の部分に紐が、あ、そう、紐とね、はい、そうね、芯が日本のは基本的には入ってるんですけれども、うん、アメリカのって入ってないことが多くて、あ、そうなんだ、これ44がなのかと思った、アメリカなんだ、そうです、あの、なんでローリングスさんとかも、あ、言われてみると入ってないグローブが多いんですよ、 USA ローリングスとか US ミズノとかは。それで芯も入ってないの、芯は入ってるものもありますけど、うん、なんかアメリカのグローブってここまで柔らかく使うっていうので、へえ、はい、そうなんだ。まああと思ったのが、めちゃくちゃ広いなって、うん、広い、入ってくるんだろうなこれは、めちゃくちゃいい、やっぱちょっと重めですよね。そうだね、まあライナーバックってのもあるからね、はい、革が多い分重め、まあ、アメリカのメーカーってあのわざと強い打球に、勝てるように重めにしてるとか、そうなんだ、あとはグローブが下がりやすいんで、うんうんうん、低めのゴロをちゃんと取りやすいっていう、高級しかないからね。そうです、なるほど、はい、なのでアメリカのグローブってちょっと重めなんです。へー、知らなかった。ジャパンモデルでベースマンさんで売ってるじゃないですか。あ、売ってるね、それを買おうと思ってたんですよ。売ってるね、あれ何が違うんだろうね、確かに、多分 あれは土手見たら紐入ってたんですよ。へえ、なるほど、とか多分革質もちょっと変わってるのかなっていうのもあって、うんうん、あのこれサイトが全部英語なん で、ね、そこちょっとハードル高いかなと思う。はい、ただこれお値段はめちゃくちゃ安いです。でもですね、はい、これいくつか種類があるんですよ、はいはいはい、まあ、ミッドだったりとか、はい、その内野手用でも例えばこのライナーバックスタイルなのかとか大きさとかで、僕が買ったのは確か本体価格195ドルです。だから2万円ぐらい。おー、安い。で何色使っても一緒。やべえ、俺やっちゃうかもしれないね。やっちゃってくださいで、増えるな、まあ、プラスでこの刺繍だったりとか、はい、もしかしたらこの国旗にするのもオプションかもしれないけど、でもそれもプラス5ドル10ドルなんで、おお。だからトータル本体価格210ドルぐらいかな。2万円ちょい。なるほどなるほど。ただ海外からの発送なので送料が高いです。だからトータル2万5、6000円はしちゃう。あ、でもけど安い。2万5000円でオーダーグローブ作れるんだったら公式用じゃないですか。やばいな。でこれ2万5000円かって思うじゃないですか、はい、定期的に 20% オフのキャンペーンやってるんで、さらに安くなると。そうだから本当に込み込みで2万円に抑えられると思う。本体価格1万6000円とかになると思う。いや、あー、ちょっと僕はその時を見張って。そう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 。でだから例えばバレンタインデーとか、あー、ホワイトデーとかイベントごとの、ハロウィン、クリスマス、はい、ハッピーニューイヤー、はい、いろいろクーポン配ってるから。なるほど、マジで買った方がいいっすよ。そこ行っちゃう可能性ある、ね、うんうんうん、今人気出てきてますし、はい、44、デルタか44どっちか、はい、そのうち多分行くと思うので皆さんちょっと期待して待っててください。はい、はいはい、というわけで本日は、ボナワンのお二人に、グローブの紹介をしていただきました、はい、本当にどっちも僕が気になっていたメーカーのグローブだったので、で、あの皆さんも今話題のメーカーなので、もし欲しいよっていう方がいたら、まあ、コメント欄とかで書き込んで、もしかしたらコメント返してくれるかもしれないので、はい、ボナンさんの動画にもあのこの2つのグローブ出ているので、はい、あの詳しく知りたいよって方はそちら、チェックしてみてください。はい、はい、本日コラボしていただいた、ボナンチャンネルさんの動画のリンク、概要欄にありますので、皆さんそちらもチェックお願いします。ありがとうございます。本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではおやしょー、しょバイバイ。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジ？いつの間に？まあさらっと話してだってよ、だってよみんな。あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、右手握力だけだれぐらい痺れちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですね。下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ、あの衝撃球種。ああ僕もなんか高校の時に他のメーカーまで、まあ、タクバットだったり冬の練習で使ってたんですよ。
親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで？プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついついちょっとまあそのうちでけえのまとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで。気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方ですと、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。はい。これはい。Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ。何種類です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平、ね、TV の、チャンネル登録者が8000人突破した。プラスモンダナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。